おはようございます。私の方から役員連絡会の概要について報告をいたします。まず茂木幹事長からは、先週木曜日、政治資金規正法改正案が公明維新などの賛同を得て衆議院で可決しました。国対、さらには法案の提出者、委員会の理事をはじめ現場の皆さん、多くの関係者のご尽力に感謝申し上げます。政治資金のあり方については、与野党の枠を超えて取り組むべき重要課題であり、我が党が提出した改正案では、各党の提案の中でも取り入れられるものはできる限り取り入れました。現在、参議院において審議を進めてもらっており、大変タイトな日程だとは思いますが、できるだけ多くの賛同を得て、この国会で成立に万全を期したいと思います。東京都知事選、そして都議補選の投票日まで1ヶ月を切りました。知事選は今月20日、都議選は28日に告示を迎え、いずれも7月7日が投票日となります。お手元に資料をお配りしておりますが、我が党は都議補選の8選挙区すべてに公認候補を擁立します。今回は都議選で単独第一党を争う真夏の決戦となります。また都知事選についても、都連としては、現職の小池知事を支援する方針を決めていただいたようであります。党本部として都連、都議会、自民党と連携して全力で臨んでいきたいと思いますので、役員閣議のご理解ご協力よろしくお願いいたします。また沖縄県議選の投開票日まであと5日となりました。勝利に向け、引き続き党として全力で取り組みたいと思います。こちらも沖縄県議会において過半数を取れるかギリギリの戦いになりますので、最後まで全力で戦ってまいりたいと思います。国会も残り2週間を切りました。特に参議院の皆様にはご苦労をおかけしますが、最終盤の国会、すべての政府提出法案や政治資金規正法改正案の成立に向け、一層の緊張感を持って臨みたいと思います。よろしくお願いいたします。浜田国対委員長からは、政治資金規正法について先週5日の特別委員会において自民党案を修正可決し、6日木曜日の本会議において参議院に送付した。また衆議院側に残っていた最後の政府提出議案である漁業法も送付済みである。議員立法については、本日子ども貧困対策推進法を関連委員会で採決しており、次回の本会議に上程する。今後はすべての提出法案の成立に向け、参議院のサポートに徹してまいる。ガザにおける人道状況改善と停戦実現を求める国会決議を調整中。決議案文と各党の手続きが整い次第、本会議で採択したいと考えている。次回の本会議は13日木曜日の見込み。石井参議院国対委員長からは、本日は10常任委員会と財政金融委員会の視察、そして政治改革特別委員会が開かれる。経済産業委員会においてモバイル法案、環境委員会において地球温暖化対策法案の各法2件の採決、外交防衛委員会において第4条約の採決、文教科学委員会において教科書バリアフリー法案、厚生労働委員会においてハンセン病法案、国土交通委員会において品格法案の州法3件の採決が行われる。政治改革特別委員会は政治資金規正法案修正議決された自民案、共産案2件、国民民主案について、本日と明日で各会派一巡4時間コースの質疑を行う。本日は15時30分に開会し、2時間5分の質疑。明日12日は15時に開会し、1時間55分の質疑を行う予定。14日金曜日は参考人質疑を行う予定。本会議は明日12日水曜日10時に開会し、令和4年度決算のほか7委員会10件の採決を行う予定。所要は決算に討論が入るため1時間25分を見込んでいる。
明日の本会議終了時点における政府提出法案の成立は62件のうち52件、84% の成立率、条約は11件すべてが成立となる。しかし10件の閣法と政治資金規正 法案の等の重要法案が残っている。残る会期は本日を含めて土日を除くとわずか9日となった。本日も国対委員長会談を行い、今週の日程の確認と残る会期における日程等について協議する。タイトな日程であるが、衆議院と連携を密にし臨んでまいる。関口参議院会長からは、会期末まで残り2週間を切り、さらに厳しい日程となっている。残されたすべての法案の成立に向け全力で取り組んでまいるので、引き続きご協力をお願いする。松山参議院幹事長からは、政治資金規正法改正案の審議が参議院で始まったが、一刻の猶予もない日程となっている。そうした中、明日の参議院本会議で令和4年度決算が採決される見通しとなった。決算を重視する参議院として、しっかりと役割を果たすことができる。衆議院の皆さんのご協力に感謝申し上げ、引き続きの力添えをよろしくお願いする。先週7日金曜日、参議院改革協議会選挙制度専門委員会が中間的報告を取りまとめ、座長として報告を受けた。各党の主張に隔たりがあり、意見の集約には難しい、意見の集約は難しいとされているが、来年の参議院選に向けてより良い選挙制度にするために、ギリギリまで調整を行ってまいりたいと思うので、よろしくお願いする。沖縄県議会議員選挙については参議院としても比例代表議員を中心に支援している。残り1週間、我が党候補の勝利に向け全力で取り組んでまいりたい。小渕選対委員長からは、沖縄県議会議員選挙は今週16日日曜日に投票日を迎える。無投票となった選挙区で我が党候補が1名当選しており、残る21名の公認推薦候補出場に向け、最後までのご支援をお願い申し上げる。都会政調会長からは、今週は案件がないため政調審議会は行わない。来週は火曜木曜の定例日、いずれも開催予定。なお、明日12日の15時より政調全体会議を開催。骨太の方針はじめ、新しい資本主義2024年改定版、規制改革実施計画の本文について政府側から説明を聞き、それを踏まえた議論を行うこととしている。森山総務会長からは、本日は案件がないため開催しない。次回の総務会については、図るべき案件が出てき次第ご案内する。金子組織運動本部長からは、国会議員別の党員数が確定したので、ベスト10について指名を公表させていただく。なお、会見終了後張り出しをいたします。1位青山茂春参議院議員、2位高市早苗経済安全保障担当大臣、3位堀内典子衆議院議員、4位茂木敏充幹事長、5位武田良太衆議院議員、6位森山宏総務会長、7位二階俊博衆議院議員、8位細野豪志衆議院議員、9位木内稔衆議院議員、10位宮地拓磨衆議院議員。今後、国会議員上位30名、都道府県連の金銀銅1、2、3位の表彰も例年同様企画したい。今年は苦しい状況での党員獲得運動になり、現場の最前線で自民党を支えていただいている方々にはご苦労をおかけするが、次なる戦いに向けて国民の信頼を回復しながら足腰を鍛錬することが必要である。運動方針にも明記した通り、引き続き120万党員達成を目指していく方針、先生方のご指導をお願いを申し上げる。平井広報本部長からは、直近の世論調査結果について。遠藤中央政治大学院長からは、背骨勉強会について、3月より若手国会議員並びに非現職支部長を対象に、国家観や歴史観を醸成する勉強会として背骨勉強会を開催してきたが、昨日中国古典上岸西洋をテーマに最終講座を開催し、全7回の講座が終了した。平均して毎回80名が出席するなど、盛況な勉強会となった。昨日の講座終了後に行われた終了式では、
中央政治大学院総長である岸田総裁にもご出席いただき、皆勤賞への表彰を行った。今後は一般有権者向けの勉強会、学びと塾の開催を予定している。第6期地元議員秘書インターンシップについて、若い世代に政治をより身近に感じてもらうため、夏休みを利用した秘書業務実習、第6期地元議員秘書インターンシップの募集をスタートした。応募締め切りの6月末以降、都道府県支部連合会などを通じて地元の国会議員、地方議員の事務所に選考いただき配属する予定。応募状況によっては各位の地元事務所にいて受け入れの相談があるかもしれないのでご承知願いたい。鈴木貴子青年局長からは、青年局では18歳選挙権導入を契機に若年層向けパンフレットを継続して制作しており、昨年からは地方の意見も伺わせていただきながらイメージ、テイストを刷新した形で、名称も自民党マガジンとして、創刊をした。でこれ第2巻目となるわけですけど、このスタイルになって2冊目となっているということであります。自民党並びに青年局への厳しいご意見がある中で、そういった声を受け止めながら、青年局とはどういう組織なのか、どういう方向性を持って、どうしていきたいのかというものを理念の打ち出しをさせていただきながら、重要政策についても民間の有識者の皆さんと対談、アンケート、さまざまな形でできる限り広い世代に気楽に手に取っていただき、自民党を知っていただける窓口となるような広報物を作った。引き続き青年局の信頼回復に向けて全力を尽くしてまいるとの報告がありました。役員会の役員連絡会の概要は以上です。何か質問があればどうぞ。どうぞ。はい。報道は承知しておりますが、私自身まだその提言を拝見したわけではありませんので、まずはどのような提言をなさったのか、確認をさせていただきたいと思います。じゃあ前から。日経新聞中村です。はいはい。7月7日に、知事選に加えて8つの都議補選も投開票になります。都議補選は都知事選と同等、またはそれを上回るインパクトが国政にあるのではないかという見方もあります。都議補選が国政に与える影響やその重要性についてお考えをお伺いします。地方自治体の選挙につきましては、争点も含めて、国政選挙とは違った側面があると思っております。人口1400万、名目 GDP はインドネシアやオランダといった国々に匹敵する100兆円規模という首都東京都議会の大変重要な補欠選挙であるとは思っております。8選挙区で予定されている都議補選に向けて、都連と党本部がしっかりと連携して臨んでいきたいと思っております。どうぞ。産経新聞の内容です。はい。自民党の被災時期に向けて党幹部が全国で行っている熊本対話についてお伺いします。横浜や長野など、複数の自民党県連から首相への退陣を求める声が上がっていることが報じられています。党本部としてこういった声をどう受け止めているか考えをお伺いします。熊本対話の中では党に対して大変厳しい声があると思っておりますし、またそういったご意見も複数頂戴をいたしております。参加していただいている皆様の率直な考えを伺うことができているということでもあると思いまして、大変厳しいご意見も感謝をして聞かせていただいております。また誰もが自由に意見を述べることができるという点は、我々自由民主党の良さ、強さでもあると思っております。一方で皆様からの厳しいご意見については、当然深く反省をし、そして強い危機感を持って改革を進めなければならない、またその改革というのは行動そのものをしていかなければならないと思っております。まずは今国会で政治資金規正法の改正を行い、すでに改正した党規約やガバナンスコードに基づいて
まあ、再発防止を徹底をし、抜本的な党改革を進めてまいりたいと思っております。そして全く新しい自民党に変わっていかなければならないという強い決意を持って、まあ、引き続き取り組みを進めてまいりたいと思っておりますし、今参議院で審議中でありますけれども、各党の良い意見をしっかりと取り入れた上で、その成案ができればと思っております。どうぞ。朝日新聞の記者です。今代行触れられた政治資金規正法の改正に絡んでなんですけれども、うん、先日沖縄県議選の街頭演説の中 です、ね、公明党の山口代表が、うん、まあ、自民党はなかなか具体策を出さずぐずぐずし、まあ、補選や知事選とどんどん負け続けたというふうに述べました。で、まあ、こうした山口代表の認識ですね、そもそも、まあ、連立組むパートナー代表が街頭演説の場でこうした発言を行うことの妥当性についてどのように感じていらっしゃるか。これ前後の話も含めてですね、全体像を把握しておりませんので、今コメントは差し控えさせていただきたいと思っております。いろんな話っていうのはやっぱり全体の中でどういう意味合いを持って言われたかというものも把握をした上でないとコメントはできないと思っておりますし、まあ、選挙の中での発言、まあ、そういったことも含めて我々も反省すべきところは反省しながらしっかり取り組んでいくということになると思います。よろしいですか。はい、ありがとうございました。